なんだ、U字工事の旅発見。今回のテーマは栃木県立博物館の秘密。宇都宮市にある博物館で栃木県の歴史や文化、自然を学ぶことのできる施設。栃木県民なら一度は出かけたことがあるのではないでしょうか。年間を通して様々な展示を企画している博物館には多くの価値ある作品やものが眠っているそうです。今回は栃木県立博物館のお宝が眠るバックヤードを特別にご紹介。知らなかったメッケをお届けします。二人でメッケを探し歩く知的旅番組、U字工事の旅発見。どうも、ゆじこじです。どうも。さあ、今回はですね、はい、栃木県立博物館に我々来ております。ああ、県立博物館、県外の方はね、ご存じないかもしれないですけども、栃木県民の人はね、やっぱすごいこう馴染みのある場所ですね。結構栃テレでは何度も来てんじゃないですか。ああ、確かにそれはそうかもしれないですね。だけど普通のやっぱり旅じゃないでしょ、旅発見は。はい。だから今回はですね、栃木県立博物館の秘密っていうことで、ちょっと裏側とかもいろいろ見っけたいと思いますんで。裏側はちょっと面白そうですね。はい。じゃあバッファローマンで乗り込んでいくってことですね。ロングホントレインで、モンゴルマンとバッファローマンで行きます。博物館に行くような雰囲気じゃないですけども、ね、2000万パワーで行きましょう。2000万パワーでちょっと元気出してね、ちょっとじゃあ県立博物館県博、ね、行ってみましょうか。じゃあ案内人の方、ちょっと行きましょう。行きましょう。あれ、案内人なんですかね、あれは。あれ、可愛い。あれはなんだ、動きがいいですよ。パンみたいですね。なんかパンみたい、タツノオトシゴみたいな口されてますけど、どなたか説明をされてしてくれる方がいらっしゃい。こんにちは。こんにちは。よかった。こんにちは。博物館の学芸部長の篠田茂雄と、それからミータンです。ミータン、はい。おー、ミータンはモチーフは、はい、あの栃木市の五島遺跡から出土したミミズク型土偶、これをモチーフにしてます。ミミズク型土偶、はい、鳥のミミズクと土偶だ。はい。おー、あー、そうなんすね。かわいいですね。そうですね。あー、動きもなんかいい、愛嬌ある動きですね。そうですね。じゃあ今日はいろいろなんか裏側が、はい、秘密というか、はい、博物館って展示してる資料っていうのはほんの一部で、実は収蔵庫にはたくさんの宝物が眠ってるんです。おー、あ、でもその一部を出してるってことで、ね、裏側にもそのいっぱい宝物があるんですか。そうですね、だいたい70万点ぐらい。70万点ですごいっすね。そうですね、今日はその一部ですけれども、はい、紹介したいと思います。はい、ではどうぞ。ありがとうございます。よろしくお願いします。見たも行くのか。見たも行く。栃木県立博物館は1982年に開館しました。栃木県の人文と自然をテーマに、資料の収集、保管、調査研究、展示、講座、見学会、観察会などを行っています。そんな博物館の裏側にはどんな秘密があるのでしょうか。どうぞこちらに。はい、関係者口みたいな、ね、普通のルートじゃないよ。普通は向こう見るから、プライベートって書いてあって普段は入れないところなんですけど、特別に今日は。失礼します。どうぞ。秘密の扉です。入ってください。ありがとうございます。ちょっと裏側秘密で、あ、本当ですね、もう完全に、完全にこの関係者の感じがありますね。はい、こちらが研究室で、普段学芸員はこちらの方で研究をしているところなんです。研究室は裏側にあるんだ。はあ、研究の方たくさんいらっしゃるってことなんですね。そうですね、はい、こちらが写真室になります。写真室、はい、写真を撮る部屋ですか。何の写真を撮るんですか。そうなんです、資料の写真とか、例えば図録に載せる写真とか、そういったものをこちらの方で撮っています。自分のところにあるんですね、そういう部屋が。業者さんに頼むんじゃなくて。うん、これ専門の技師の方がいるんですか。学芸員が勉強して、はい、自分で撮ってたりとか、もちろんあの専門の方に来ていただくこともあるんですけれども。すごい。もしうちに何かあった場合、歌の王様の収録ここでやっても大丈夫ですか。歌の王様、はい、まあ、借りれるか場所が足りるかどうかですけれども。いや、十分いけると思います。
さらに意外な施設がありますよ、はい、ご案内したい部屋こちらなんですけれども、はい、図書室になります。図書室、はい、なんでここにあるんだろうな、図書室は逆に表向きな感じがありますけど、ね、これ一般の方は借りられないってことですか。そうですね、残念ながら関係者のみということになってます。じゃあ専門書が多いってことですか。そうですね、専門書と他の博物館から送られてくる図録とか、はい、報告書とかがありますので、そうしたものをこちらで収蔵しています。全国いろいろなところから送られてくる図録の登録ですとか、こういったこれ見てこれ面白いよ。ちょっとこれゆっくり聞いてみていいですか。下塚で調査報告書、こんなのも栃木しかないですよね。だってそうですね、私書いてるんですごいですね。下塚での調査報告書、こんなやっぱ分厚い一冊なんだ。そうですね、それだけ奥の深い食材食べ物ということで、今度ゆっくり聞きに来てください。すごいですね。なんかわかんねえようだったら聞きに来ていいですか。どうぞ、お待ちしてます。普段の本屋さんでは絶対に入んないような本、絶対手に入らないものがいっぱいありますね。特にこちら、うわなんか、うわこれすごそうだな。なんかすごい、なんか市町村の黒磯市阿波野町、失礼します。うわなんか、いやほら見てこれ、阿波野市会石橋、発表してないところもある。それぞれのこうなんか市町村の資料があるわけだ。小樽もあるよ。黒骨はないね。あんたあったよ。黒骨ある？あったー。少ねえな黒骨。少ねえ黒骨。他何冊もない。サブ衣装。俺の小学校は初章、懐かしい、もうねえんじゃねえかな初章。あった。俺の母校。大技中之内。うわーそうです。うわー嬉しい嬉しい。続いて案内していただいたのはとても大きな扉の前。ちょっといいような部屋ですよ。銀行みたいじゃないですか。ええ、銀行みたいな、はい、あるいはカチカチに凍らせたマグロが入ってるとか、はい、本当にめったに入れないところなんですけど、今日は特別ということで、いいですか、はい、こちらなんですけれども、申し訳ないんですけれども、はい、靴を脱いで、靴脱いでスリッパに履き替えて中に入ってください。失礼します。ホコリ取るシートがあるんだ。ええ、ホコリとか虫とかカビは大敵なので、博物館の資料にとってこういういろいろな仕掛けがしてあります。声も響くな。ええ、あとどうですか、ここちょっと涼しいと思います。涼しいです。ずいぶんひんやり。湿気がない。ええ、だいたい温度が22度、湿度が 55% 前後になるように一年中調節してるんです、はい、うん、ここで働きたいぐらいですね、いや夏とかいいですね、冬は暖かいし、はい、こちらなんですけれども、栃木のスーパースター藤原秀里に関する資料なんですけれども、はいはい、詳しい説明は飯塚の方に。あ、飯塚さんよろしくお願いします。どういう専門になってるんですか。歴史が専門の学芸員です。この資料は、田原の大巻という、資料でして、はい、まあ、江戸時代に、書かれたものなんですけれども、はい、田原の大が竜王の娘からですね、ムカデを退治してほしいというふうに言われて、苦心の末ムカデを退治して、そのお礼で竜宮城に招かれたというふうな場面になります。竜宮城なんですか。過去だ、エビートはい、我々のイメージの竜宮城と違いますね。そう、はい、こちらが原の塔藤原の秀里となります。これがこれですね。で竜王がこちらですね。普通の人間の背見た目は竜王。そうですね、江戸時代にこんな絵描かれるんだ。こちらは戦国大名の伊達政宗の書状直筆書状なので。直筆、はい、どんなこと書かれてるんですか。はい、豊臣秀吉が、全国統一を、まあ、果たした小田原攻めという戦いがあったわけですけども、はい、その際に政宗は遅れてしまうわけなんですね。はい、で、その後もう一回宇都宮で、秀吉を出迎えるように言われているんですけれども、また遅れてしまって、はい、徹夜してこう言ってますんでっていうふうなことを言い訳している手紙というふうなことで、あれあるんですか、顔でしたっけ。そうですね、あ、これ、はい、政宗とかですか。そうですね、政宗と書いてあって、これがその顔を顔みたいなのが、はい、どこか部屋一つ開けてみましょうか。お、横にもあるんだ、横にも。その、はい、秘密の鍵みたいなもので、はい、どこか一つ開けてみましょうかって、すごい面白いですね。民族収蔵庫、じゃあこちらを。民族収蔵庫、お願いします。はい、はい、うわ、何これ。入れねえべや。扉の下に扉があった。
はい、温度と湿度を厳重にするために二重の扉になっています。うわ、失礼します。広い、ええ、うわーすげえ、うわー、そっかそっか、中ではこんなような、なるほど、昔の道具、ええ、はい、お家で使ってたものとか。そうですね。なんだこれ、これは何ですか。わら人形、怖いな、ちょっと。古見理事、あ、こんにちは。お邪魔します。お邪魔します。こちらの担当、はい、民族を担当しております、はい、宮田と申します。宮田さん、はい、よろしくお願いします。まあ、今から65年くらい前まで日光市の旧栗山日陰で虫送りという行事をやってたんですけれども、はい、その時に使う藁人形です。虫送り、虫送り、はい、虫送りっていうのは、はい、夏前に集落内の虫をこう集めて、はい、これを担ぎながら追い出すんです。で、集落の境のところに持って行って、はい、再び入ってこないようにするっていうような行事です。それは虫っていうのは何ですか、悪いものなんですか。そうですよね、いわゆる農作物の害虫っていうのももちろんあるんですけど、はいはい、それだけじゃなくて流行り病とか災害とか起きるような時期の前にこういう魔除けをするみたいな行事ですね。栃木だけじゃなくていろんなところでやってたんですけど、ね、あ、そうなんですか、はい。15年くらい前に当館でやった企画展に合わせて、その当時の50年ほど前のことを思い出しながら作っていただいたものです。へえ、再現したんだ。そうですね。でも今は栃木いくつかはあるんですけど、こういう大きな藁人形を、はい、魔除けとして置いている行事がないので大変貴重なものです。いや、そんなこと屋さんって知らなかったですね。知らない、リアルな藁人形なんか見たことないですね。こちらは新しい収蔵庫、動物に関する資料が保管されているそうです。ね、なんかより健康感強い、これキルレルスこう調べてこうやって、はいはい、音が出って、そうですね、ちょっと番号は学芸しか知らない。おお、秘密の番号、ね、学芸さんしか番号は知らないですか。実は館長も知らないという。誰が知ってるんですか。じゃあ学芸のみ、のみ、すごい、はい、3333とかですかね。そんな同じ番号しねえよ。こちらもまた靴を脱いでスリッパに履き替えてください。めちゃくちゃ綺麗ですね、新しいから。新しいですのでね、よろしくお願いします。おお、あ、まあ、いろいろ道具もあるし。お、はい、お、これは本物ですか。これは、はい、ゴマフアザラシの剥製ですね。うー、すごい、すげえ。なぜ栃木でゴマアザラシなんですか。あ、これは一般の方からこうぜひ博物館で使ってくださいということでいただいたもので、はい、まあ、それでなかなかやっぱり栃木県でこういうものは見られないので、まあ、ぜひ、はい、収蔵したいなということで。個人で持ってる方いたんだ。本当そうですね。めっきりするそれ。はい、もう一個だんだん川の魚になっていきます。うわー、あ、アユだ。これも部屋に置きたいぐらいですね。あ、そうですか。部屋に置きたいぐらい。うん、綺麗だよね、本当に、うん。これ宮古田のことないですか。はい、絶滅危惧種になっているので、ですよね。半田小学校の皆さんやってないですか、いろいろ。あ、はいはい、保護活動を、はい、されてますね。大田原の、はい、さすが。CM の後も博物館の収蔵庫で発見。今回のテーマは栃木県立博物館の秘密。年間を通してさまざまな展示を企画している博物館には多くの価値ある作品や物が眠っているそうです。後半も収蔵庫でめっけましょう。では早速中の方、あ、よろしいですか。はい、はいはい、じゃあこちらお入りください。失礼します。ああ、こうなってんだ。はい、ここにはですね、はい、40万点以上の昆虫標本が保管されています、40万点って把握されてるものなんですか。でも大まかにはすごいですね、はい、それはですね、パソコン上でデータベースにしてすぐに取り出せるようにも徐々にしてるんですが、まだ全部終わってないです。なんか見たいものある。やっぱりカブトムシクワガタ。ああ、やっぱり男の子にとってはそうだ、はい、じゃあ最初奥の方の栃木県で見られるようなクワガタをお見せしますので、はい、ちょっとついてきてください。はい、迷路だな。はい、迷路のようになってます。もうここ全部びっしり棚がありますので、どうぞ近づいてみてください。うわ、こんな感じで棚が、ミヤマクワガタとか、はい、いろいろノコギリクワガタとか、うん、こんな感じで保管されています。嬉しい、すごい。ミヤマクワガタだけでずらっと並べてたもん。はい、やはり種類ごとに分けておかないとパッと展示の時とかに取り出せないので、数が多いので
こうやって大体種類ごとに分けてます。クワガタはオスとメスがあって分かりやすいので、メスはこちら側に。うおーだよ、この三山のババアはここ使ったときいてんだよな。痛いですね。三山のことなんて呼んだ。え、三山は三山クワガタカツラって俺呼んだよ、うん、あーうちの父親ぐらいかな。うちの田舎はこれ三山って、まあ三山って正式名称知ってましたけど、カツラカツラって言ってたんですよ。あーなんか地域によってね、いろんな呼び名があるので、ね、カツラカツラ、ね、カツラとカツラババ。あメスのことはババって言いますね。そうなんですね。わからないんです。三山は多分こうカツラみたいのがあるからなのかなって俺は勝手に思ってることですけどね。地域で違うんですね。だから俺はクワガラって言わなかったもんね。オニムシ。あーそういう人もいたね。そうオニムシも結構聞きますね。オニムシオニムシって俺ずっとオニムシオニムシって言ってたんで。なんすかこの人の見たことあります。いやルリクワガタという日光とか山の高いところにいる、ルリ色してるんです。オスが特にちょっとオールリのルリですか。あそうですね、オールリのルリと同じ青っぽいという意味ですね。今でもいいんですか。います。あもうすぐサナギから大人成虫になる頃です。え普通のこう三山とかノコギリは夏7月ぐらいだと思うんですけど、はい、これは後なんですか。どちらかというと春、日光だとですね5月の終わりとか6月頃に出てくる、はい、そういうクワガタです。これマニアックっすね。今度行ったらルリクワガタ探すようなんだったら。はい、これ知らなかったな。めっけだな。これめっけ。続いては地学の収蔵庫。こちらには珍しい鉱物があるそうです。一応こちらの引き出しに入ってるんですけれども、はい、なんだこれは。なんだこれが。一応これになります。なんだ、ねはい、見た目は普通の石のように見えるんですけれども、はい、ちょっと紫外線を当てるとですね黄緑色に発光するということで。これがですね、暗くなりました、はい、では紫外線を当てるんですか。おお光ゴケみたい。そうですね、はい、光ゴケのように。明かりじゃないですね、紫外線ですよね。はい、紫外線です。なんだこれ。で黄緑色に光ってる部分がケイア塩鉱っていう鉱物なんですけれども。赤くも光ってますね。はい、赤く光ってるのはいわゆる崩壊石という別の鉱物なんですね。ケイア塩鉱っていうこの黄緑色の石は一応栃木県内で、はい、産出したもので、はい、はい、で一応ですね国内では大体4カ所ぐらいの鉱山からしか、はい、まあ、産出されてないっていうことで、ね、はい、そのうちの1カ所が栃木県内にあるということで、はい、今から15年ほど前に、まあ、発見されて、でうちの資料として入ってるという。あとやっぱり栃木県ということで足尾銅山が有名だと思うんですけども、足尾銅山の、鉱物とかもこちらの方にこのように収蔵していまして。この中にじゃあ銅が入ってるってことですか。あ、そうです、はい、もうこれ全体がもう黄銅鉱という銅と硫黄が結びついた鉱物になってます。でこれを砕いて炉に入れて溶かすと、ここから、はい、溶かして銅を産出していたと。すごいな。で、やはりこういうのももうすでに取れなくなってしまっていて、で中にはご遺族の方からこのような形でですねご寄贈いただいてる資料というのもありまして。いろいろ取れてたんですか、足尾銅山で。そうみたいですね。おじいちゃんとかが鉱山をやっていて、で当時取れたものをそのまま収集しておいて、うん、貴重な資料ということで博物館にいかがですかっていうような形でお話をいただいて、まあ、ご寄贈いただいたっていうことで、まあ、こういうのがあると当時黄銅鉱だけじゃなくて他の鉱物も足尾銅山からは産出していたんだっていう、まあ、そういう証拠になりますので。すごい山だったんですね。そうですね、はい。栃木県の県の石っていうのご存知ですか。県、え大谷石じゃないですか。県の石っていうか県の石ってあるんですか。県だって鳥とか、うん、確か花とかってある。県の石ってあるんですか。岩石の方で言いますと先ほどありました大谷石が、はい、栃木県の鉱物石になるんですけども、鉱物の中だと黄銅鉱が栃木県の鉱物っていうことです。知らなかった、はい、知らなかった。それ一番めっけ。岩石だと大谷石、鉱物だと黄銅鉱。動物収蔵庫には U 字工事の2人も興味津々な剥製が多く収蔵されています。あ、鳥だ、はい、当館には鳥だけでも4000点以上の、はい、資料がございまして、もうほぼこちらに収蔵されてます。わ、綺麗だ、はい、この辺は、はい、2人がずっと会いたかった鳥の剥製もありました。綺麗だね、やっぱね、はい、なんかちょっとオーラがあるというか、うん、見ていただいたような形が本剥製と言いまして、主に展示用で使う剥製なんですけど、実は展示用じゃない剥製もありまして、どういうことですか。別なものもお見せします、はい、ちょっとこちらなんですけど、はい、
じゃあせっかく今オールで見ていただいたんで、じゃあちょっとこちらの引き出しを開けてみてください。うおわー、何これすごい、はい、これこちら仮剥製という名前で、こちらは主に研究用に使われる資料になっています。展示用は形が作られてるんですね、やっぱり綺麗に、はい、こちら研究用なので、まあ、たくさん収納できるようにっていうことと、はいはい、あとはこうやっぱりたくさん数があることによって、まあ、性別による違いだったり、はい、産地による違いだったりとか、まあ、そういったものをこう比較するためにこのような形でも、仮剥製として、はい、保管されています。とここでさらに貴重なものを見せていただけることに。ちょっと箱開けてみます、はい、うわなんだこれ、あなんかうわなんだかこれ。こちらですね、日本カワウソの胎死になります。お腹の中にいた時ですね。うわ、はい、なんでこれ。今日本カワウソも絶滅しているものでして、実はこれはもう今から約140年ほど前のもう明治時代に一度取れたものなんです。その時はいたんですね、まだ。そうですね、はい。なのでもうこれだけこう綺麗に残っているということもすごくまあ珍しいんですけども、でさらにこの資料がまあすごくこう珍しいというか価値が高いのが、はい、実はこの箱のこの蓋の裏にですね、この日本カワウソの胎死が取れたもういきさつが細かく書かれてまして、大まかに言いますと、実はこれ取れたのは群馬県の今の前橋市のあたりなんですけど、まあうなぎの業者さんですね。それがこ うなぎのこうまあ保管場所というか置き場にしていたところに日本カワウソが来てしまって売り物を食べてしまうと、それに困ってしまったので、で罠を仕掛けたところ、メスの個体が一頭取れたと、はい、まあ、記されてます。それが明治17年の3月ということであるんですけども、うん、でそのお腹の中を開けてみたところ、この2頭の胎死が入ってまして、まあ、これは非常にも稀なものだと、貴重なものだということで標本化されたということで記されてまして、この、ね、明治時代のものが取れた経緯まで書かれてるということで、はい、大変貴重なものになっています。ちょっとかわいそうな感じで申し訳ないけど、貴重な資料なんですね。そうですね、綺麗な形だし、もうかなりこう育っている状態なので、もう出てくる寸前ですかね、落としたら。そうですね、かなり、はい、しっかりしてますね。出産が近いと思いますね、はい、しっかりどころもんのせ、明治で取れたのにこれ。U字工事のお二人、はい、今日は博物館の秘密、はい、何かメッケはありましたか。いや、すごかったですね。あの保管状態、ああいうのを見ると、我々がいかにこう見やすい状態にしてくれてるっていうのがすごく分かりましたね。 ありがとうございます。展示してるのは、はい、あと我々が見ることできない研究用の剥製といいますか、はいはい、鳥がこう並んでる感じとか、ああいうのも絶対見られないところなんで、はい、本当にそうやって研究されてるんだなっていうのがよく分かりましたね、はい、まだまだ秘密はたくさんあるので、またぜひ来てください。ほんの一部ですよね、我々ちょっと見せてもらったの。そうですね、なんか今度疑問を持ってきてこう、それの答え合わせとかでも面白いかもしれないね。あ、そうですね、気になってるんですけどって。そうですね、はい、お待ちしてますので、はい、勉強になりました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。なんか個人的な勉強ありました、なんか。あ、ありました、はい、こういうとこで働いてる方って、うん、学業の資格とかいろいろ持ってそうだなっていう勝手なイメージだったんですけど、うん、学業のね、はいはい、ちょっとお話聞いたら、はい、民族担当の宮田さんは、はい、ソフトボールの審判の資格持ってるらしいです。え、はい、それはメッケだね。メッケですね、すごいですね、なんかありました、メッケ。だから俺もちょっと繋がるところあるんですけど、やっぱりねこういうところで語られてる方はすごい勉強勉強かと思ったら、やっぱりスポーツがいける人多くて、はいはい、生物担当の小笠原さん、ラグビーで岩手でね、黒沢尻北高校で花園出場してるらしいです。すごい、本物っすね。すごいですね。だからイノシシロケ行く時は一緒に来てもらって、あ、守ってくれる、なんかある時守ってくれるかもしれないんで。そうですね、イノシロケってなんだよ。いや、ありがとうございました。ありがとうございました。ミータ、ありがとうございました。ミータもありがとうございました。というわけで本当に今回も知らないことばっかりでごめんね、ごめんね。またお会いしましょう。栃木県立博物館は資料の展示、宝物が眠る場というだけでなく、各分野の専門家が地道な調査、保管、収集を後世に引き継ぐために日々努力をする場でした。 U 字工事の旅発見、次回は栃木県佐野市から芋フライで発見。あ、これどうですか。いやお楽しみに。バウリンド芸にちょっと気持ち悪いと引きますね。あ、そうですか。結構かっこいいなと思うんですけどね。気づいて、じゃあバイオリンを弾くと、はい、ちょっと気持ち悪いと引いちゃうっていう引きを今掛け合わせた。
大事や、もう剥製がつっついてこねえから。福田は、はい、鳥につっついてくるんじゃねえかっていう、あこの恐怖心がある。丸い口の下ならまだいいんですけど、猛禽類は怖いですね。はい、あはいはい、そうですね。せーの、見たん見たん